はい、次の竹の、伐採地点。まあ、先ほどの道をずっと、まっすぐ歩いてきて、まあ、あちらの道の、こういう風な位置に、まあ、出てくるんですけども、まあ、河川沿いですね。ああいう風に、竹が、もう、この目の前からして山ほど生えてるんで、いや、たくさん、訂正、たくさん生えてるんで、で、この辺りもね、だいぶ土、草も生えっぱなしなんで、回収して、まあ、この辺りもね、大型の河川水門開閉式玉発電の大型の回転扉とかが置ける地点ですね。これだけの川幅、まあ、向こうの川幅が狭いでしょ。だから、まあ、この辺にも設置ができる。まあ、門がで、回転扉がついたら、河川の半分が、半分ぐらいしか水が通らないものなのでね。まあ、その上の方とか抜けてもらってと。まあ、薪の方ですよ。薪発電の方と話、今、一緒にしてるんですけども。まあ、こういうことです。